小原十三氏は日本の牧師、神学校教師、岩手県生まれ、実家は我が郡東和町土沢の居酒屋であった。妻は小原鈴子。聖書学院のご教授1890年に岩手県土沢の居酒屋の息子として生まれる。土沢小学校高等科、青森郵便局通信養成書を卒業後に1905年に電信院になり、 岩手県川尻、森岡、さらに東京丸の内局に勤務した。1907年9月に休暇で土沢の実家に帰省している時に米田豊が伝道していた土沢の教会に行く。その教会を巡回していた中田重春の説教を聞いて悔い改め、バプテスマを受ける。1908年7月23日に森岡バプテスト教会で中田重春の説教を聞いて、 聖果の恩恵を受ける。受選する。検診するために、1909年に、柏木聖書学院に入学する。1910年1月6日から、中田茂春に同伴して、仙台市の新年正界に行き、福島、山形などを巡回する。1911年に、東洋選教会が新組織に改編された際には、11月5日に、 仙台福音伝道館の館の A の補助として任命される。しかし、その年10月に発生した聖教団事件の時に東洋線教会に失望して柏木聖書学院を退学して土沢に帰る。1914年に淀橋教協会の副牧師に就任する。1916年に 中田の5歳あやめが大病を患ったときに、庭平三郎と共に油を注いで神家を祈ると、あやめは癒された。1917年に、徳川鈴子との結婚後に、土沢に帰省しているときに、中田重春が、小原夫妻を訪問した。その年、淀橋教会の第四代牧師に就任する。1919年に、淀橋教会で牧師をしていたときに、 ホーリネスリバイバルの中心的な役割を果たす。聖書学院での教約社会、小原は左端1924年には、ホーリネス教会の監督局会計でも働く。1929年3月の日本ホーリネス教会の年会で、柏木聖書学院の講師に任命される。1931年には、ヨドバシ会は礼拝の平均出席者373名に、 なる。1933年後教授の一人として、中田茂春の監督職を解任する。その後、代表者の委員の一人に選ばれる。詳細は、ホーリネス分裂事件を、参照1936年ホーリネス。和教分離後は、日本政教会に所属し、日本政教会委員、財務局長を務める。九百四十年十月十七日の、神奈目祭りの日に、 青山学院大学で開催された後期2600年奉祝全国キリスト教信徒大会の最後の祈祷を担当。坂江ある後期2600年奉祝全国キリスト教信徒大会を恩恵の中に終わらんとしていることを感謝いたします。ペンテコステの日のように清めたまわんことを伏して願い立て祭る。と祈った。年の日本キリスト教団成立の際には、 第六部に所属し、国外伝道局長に就任する。1942年6月26日渡航警察により、ホーリネス系教職者97人と共に検挙される。そして、日本キリスト教団より牧師を辞職させられ、教会は解散させられる。治安維持法違反の権威をかけられ、裁判の結果、1944年に有罪判決を受け2年監禁固刑に服する。 後半上告中のまま、1945年8月に終戦により釈放される。釈放後に牧師に復職し、ヨドバシ会を再建し、教会を新宿区百人町に移転させる。1949年、車田修司らが日本キリスト教団を離脱し、日本ホーリネス教団をするが、小原と一宮正吉らは教団に泊まり、ホーリネスの軍を形成した。 その後、ホーリネスの軍の中央委員長と、東京聖書学校の校長として、ホーリネスの軍の発展のために尽力する。また、日本ケズウィックコンベンションの開設以来、積極的に協力した。1955年、昭和30年ブラジルホーリネス協会の創立80周年、記念のために、ブラジルに行く。湯浅八郎らと会う。1972年に、 ヨドバシ会の牧主現職のまま死去。ミネノ弘氏が後を継ぐ。池上義正、近代日本の民衆キリスト教、P129, 中田重春伝166ページ、日本キリスト教歴史大辞典、P266, 中田重春伝226ページ、中田重春伝406ページ、1929年の年会では、大江国春が教授に任命され、 副社官に、大江信が、そして、菅の英も講師に任命された。日本キリスト教歴史大辞典、P266。ありがとうございます。